ウドうアナが平野翔に触れなかった禁断の理由とはファンが知らない真相に迫る。キングプリンス分裂の裏側、ナンバーアンダーラインアイファンとストーンズファンの対立の行方はウドうアナウンサーがナンバーアンダーラインアイに出演した際、禁断の質問ができなかった理由が話題になりました。平野翔とキングプリンスの分裂について触れられなかったことで、ファンの間では様々な憶測が飛び交っています。 これは単なる一回のインタビューにとどまらず、ファンやメディアにとっても大きな関心事となりました。翔くんの新しいヘアスタイルはファンからも大好評でした。美容師さんの腕前もあって、彼の魅力をさらに引き立てていました。うどうアナウンサーもナンバーアンダーライン愛のファンとなり、そのことに多くのファンが喜びました。岸くんの120点というパフォーマンスも話題で、 健康的に過ごしていることにファンは安心しています。分裂後の活動についても、両方のグループが活躍してほしいという声が多く寄せられています。ファン同士の対立や言動がアーティストの活動に影響を与えるのは非常に残念なことです。ファンは受け手であり、彼らがやりたいことを応援することが大切です。しかし、なぜティアラや、 ナンバーアンダーライン愛のファンが仲良くできないのかという疑問もあります。両方を応援することで、もっと楽しく応援できるはずです。ナンバーアンダーライン愛のステージパフォーマンスは常にかっこよく、ファンクラブの観覧募集も盛り上がりました。しかし、アンチの存在や音楽と関係ない記事が注目されることが多く、それがファンにとって悩みの種となっています。 ナンバーアンダーラインアイは音楽で注目されるべきであり、そのために命を削って努力しているのです。新規ファンからすると、過去の金プリの話題はどうでもよく感じるかもしれません。新しいファンを増やすためには、過去にこだわらず現在の活動に集中することが重要です。触れないことが最良の選択だという意見もあります。しかし、両方のグループを優しく見守ることができるようになることが理想です。 コーチェラの映像が流れた際も多くのファンが喜びました。岸く君が健康的に過ごしていることに安心し、ファン代表として翔んに触れてほしいという声もありました。うどうアナウンサーと翔んの相性についても話題になり、彼らのファンが非常に近くで応援している姿が羨ましいとの声もあります。一方で、距離が近すぎることに不安を感じるファンもいます。ある程度の距離が必要だという意見もあり、 司会者を責めるようなファンにはなりたくないという声もあります。純粋に推しを見て幸せになることが大切です。ファン同士の言い争いはアーティストにとっても心痛むことでしょう。彼らの気持ちを理解することは難しいですが、過度な口出しは逆効果になることがあります。ファン側の自由な発言も自己中な行動になりかねません。お互いのことを笑顔で話せるような世の中が理想です。 過去も現在も関係なく、ファンは彼らの生き方や性格が好きで応援しています。ファン同士の対立は残念ですが、キンプリやナンバーアンダーラインアイのメンバーが公の場で普通に名前を出して絡むことができれば、変な憶測やいがみ合いも減るでしょう。ナンバーアンダーラインアイがニュースに取り上げられなくなったことや、ストーンズと一緒に出演した際にトークが少なかったことも不満の声がありました。 スタート者の忖度が感じられることもあり、ファンは不信感を抱いています。ファンの間での噛み付き合いは、アーティストにとってもマイナスです。彼らが自由に活動できる環境を作るために、ファン同士が協力することが求められています。過去のキンプリや現在のナンバーアンダーライン愛に関する話題は、多くのファンにとって重要ですが、それが彼らの活動にどのように影響するかを考えることが必要です。 ファン同士の対立が解消され、彼らが笑顔で活動できるようになることを願っています。未来に向かって、ファン同士が仲良く応援し合うことで、アーティストたちも安心して活動できるでしょう。新しいファンも増え、彼らの音楽がもっと多くの人に届くようになることが理想です。ウドアナウンサーが触れられなかった禁断の質問が、今後の彼らの活動にどのような影響を与えるか、注目していきたいと思います。 また、ウドうアナウンサーが平野翔やキングプリンスについて質問できなかった理由には、ファンやメディアの反応が大きく関わっていると言えます。彼らの分裂について触れることは、ファンの感情を揺さぶるだけでなく、メンバー自身にも大きなプレッシャーを与えることになります。これを避けるために、あえて質問を避けたのかもしれません。ナンバーアンダーラインアイとストーンズのファンがそれぞれのグループを応援する一方で、 時折見られる対立も問題となっています。ファン同士が協力し合い、お互いを尊重することが重要です。特に、新規ファンにとっては、過去の対立よりも現在の活動や未来への期待に焦点を当てたいと思うでしょう。これが新たなファン層を取り込む鍵となります。ウどうアナウンサーの司会は、多くのファンに支持されています。彼女のユーモアや温かさが番組を盛り上げ、 視聴者にとっても親しみやすい存在です。翔くんとの相性も良く、二人の掛け合いは多くのファンを魅了しました。しかし、あまりにファンが近すぎることに不安を感じる声も少なくありません。ある程度の距離感を保つことで、アーティストもファンも安心して楽しむことができるでしょう。最近では、コーチェラの映像が流れた際、騎士くんが健康的に過ごしていることが確認され、多くのファンが安心しました。 ファン代表として翔くんに触れてほしいという声もありましたが、それは叶わなかったことも事実です。うどうアナウンサーと翔くんの相性についても話題になり、二人の共演は多くのファンに喜びを与えました。ファン同士の対立や言い争いは、アーティストにとっても心痛むことです。彼らの気持ちを理解することは難しいですが、過度な口出しや批判は逆効果となり得ます。ファン側の自由な発言も、 自己中心的な行動にならないよう注意が必要です。お互いのことを笑顔で話せるような世の中が理想であり、過去も現在も関係なく、彼らの生き方や性格を応援することが大切です。ナンバーアンダーライン、アイアストーンズがニュースに取り上げられなくなった背景には、多くの要因が考えられます。スタート者の忖度やメディアの取り扱い方が問題視されることもあり、ファンは不信感を抱いています。 ファン同士の対立が解消され、彼らが自由に活動できる環境を作るために、ファン同士が協力することが求められています。未来に向かって、ファン同士が仲良く応援し合うことで、アーティストたちも安心して活動できるでしょう。新しいファンも増え、彼らの音楽がもっと多くの人に届くようになることが理想です。ウドアナウンサーが触れられなかった禁断の質問が、 今後の彼らの活動にどのような影響を与えるか注目していきたいと思います。分裂の真相やその後の活動については今後も多くの議論が交わされるでしょう。メディアの報道機な影響を与えることになります。そのためアーティスト自身がどのように発信していくかも重要です。公の場での発言やメディアでのコメントがファンの受け止め方に大きく影響するからです。 例えば、平野翔が自身の SNS で何か発信するだけで、その内容が瞬く間に広まり、多くのファンがそれに反応します。それがポジティブな内容であればファンも安心し、応援の気持ちが高まりますが、ネガティブな内容であればファンの不安や混乱が増すことになります。メンバーたちは、自分たちの発言がどれほど大きな影響を持つかを理解し、慎重に行動していることでしょう。